地方自治や社会福祉など各分野で功績のあった人を称える県厚労者表彰が県庁で行われ山本知事から受賞者30人に表彰状が贈られました県厚労者表彰は1995年度から実施されているもので地方自治や社会福祉などの分野で功績のあった人を表彰しています今年度は 県議会議員の安倍智代さんや、藤岡市長の新井正弘さんなど30人が19の分野で受賞し、山本知事から一人一人に表彰状が送られました。このうち、県納税貯蓄組合連合会の副会長を務める小暮隆さんは、納税意識の啓発向上に尽力したとして受賞しました。 えー、誠に光栄で嬉しく思っております皆さんが支援してくださるおかげですので会員の皆様に感謝申し上げたいというふうに思います桐生市の NPO 法人で理事長を務める皆川陽子さんは女性の人権擁護活動に尽力しましたとても苦しいあの時間を過ごしてきた方に寄り添って 力強く立ち上がるために国に対してそういう人たちの目をねあの向けていただきたいなと思います表彰式で山本知事は培ってきた豊富な知識や経験を生かし新たな人材を育成していただきたいと式辞を述べましたまた県議会の須藤和夫議長は 皆さんは群馬県の功労者として県民の誇りです。さらに一層ご活躍いただきたいと受賞者を称えていました。